あ、広く感じる部屋が、そこがないから。あそこなんか置きたいね。いや、邪魔か。ポスター、コラック置こうぜ。おーい、やばいな。チェンス。どうも、アクシェイナーズのタクト社長だ。はい、でーす。はい、ということで皆さん、はい、1時間で中華まん何個食べるか投げたい。夏じゃねえよ。もう最近寒すぎてベッドから出れないぐらいね、あの、やばいんですけども、まあそんな冬にはね、おでんもあるし、中華まん、コンビニの代名詞。そう、もうこの時期になるとね、必ず1個は買っちゃうぐらいのね、この中華まんをですね、今から僕ら大人気の1時間企画で対決をします。まあ味もね、4種類、5種類ぐらいあります。ピザまんもあるしね、肉まんもあるし、あんまんもあるし、好きなの取ってね、はい、対決しましょう。もう早い者勝ちでしょ、これも。うん、なくなったらもう戦略が違うと。そうですね。明太は誰？明太1個しかないよ。1個しかない。食べたい。どう、食べてみたい。大将グーじゃんけんぽい。はい、グッション。はい、グッション。最近さ、分けるよね。結構分けるよ。なんかじゃんけん弱な。自販機で全部使い切ったと。じゃあね、早速やっていきたいと思います。それでは、いきます。いきます。はい。それでは、1時間。よーい、スタート。いただきます。いただきます。じゃあ僕、明太。いいんだ。5種のチーズ肉まんっていうの。これじゃん。いただきます。いただきます。うまー、めっちゃたらこ。あ、すごすげえ。こんだけチーズなんだ。うま。2個目いきます。バババン。あとスモークなんとかある。スモーク肉、これかな。めっちゃ普通。肉まん多いからね。あんまんいい子。うざまーす。あんまんはね、気づいて、ん、もう多分3つ目。えぇ、ー、俺らも2個なのにおかしいんだよな。あー、ちゃんとピザだ。ピザが最高だわ。セブンのピザめっちゃうまいね。うん、ワンチャンさ、1時間で悪年超え3人なら食い切れると思ってんな。あ、30個だから一緒になる。あ、そういうこと。そういうこと。4つ目じゃん、もう。何個買ったっつった。30。1人10個食ったら終わっちゃうから、11個食った時点で勝ちは決定なんです。ああ、そっか。1個250以上あるって。あ、そんなんだ。あんなんだ。めっちゃあるよね。あんま低そうに見えるじゃん。260くらい。うん、見ても腹にたまんねえな。まだ3分なんだよ。ピザマンがあと1個しかないじゃん。キープで。キープできます。はい。お前、高三で売店で権力使ってくるやつじゃん。おばちゃん、一個残しといて。なんだよそれ。一個残しといて。みんな持ってたの。こう。じゃあ三人でやったんでしょ。やってない俺は。うわ、いや、絶対先輩じゃしないタイプだから。その時さ、パンの耳が流行ってたのよ。あげてやる。あげた。70円ぐらいで。毎回10個ぐらいしかないから。あ、売れんだ。うん。毎回売り切れる。すぐ。それをよ。おばちゃん、パンの耳一個残しといて。おばちゃんも。はーい。はーい。握られてんのお前もって飯食った後の本当に終了20分前とかに行って、残り物で掘り出し物を探すんです。古着かよ。そう、古着みたいな話もあるし、行って今何残ってますって聞いて、バンバンバンって行くので、うん、これだっつって、こうその日の決めてジャムパン来ると俺大喜びして。あ、でも俺ラットペアンがバズってよかったと思うけどね。でもあれはちょっと真面目になってて、自由だろうね。あの音楽がいいな。そうそう、全てが完璧だった。あれ後足しじゃないでしょ。後足しじゃないで。なんであそこで溶け始めた。あれを流したの。すごいよね。マジで。で、待機して待っててねって言われた後に撮影しだしてるんですよ。なんいろんなもの食べようみたいな。そうだね。やってくる。やーべ、ベッド壊れた。やばい、ベッド壊れた、ベッド壊れた。最悪、最悪、や、最悪、やった、やったわ、マジで。ベッド壊しました。最悪、やったわ、マジで。チュイス。何再生あれ？7500。バーバー忘れてた。当時で考えたら、当時100とかでしょ。という質問も。結構食べてますよ、僕も。お、結構腹くるね。うん、急にくる。あんこがなくなってる。チョコみてぇ。俺ら食えるってこと。うん、もうその甘みすら嫌いでしょ。甘みすらじゃなくて甘みが嫌いなんだ。どっちなんだってこと。なんかちょっと、いや、それ曖昧だから嫌だとかそういうんじゃなくて、普通にそのあんこがダメ。相手は和食とか
和風なもの大好きだと思ってた。ゴリゴリのジャンキーアメリカカメラですよ僕は。いや YouTube 向いてるでもでもね、あえてアメリカ行ったらねちょっと違うと思う。日本のジャンクが好きだ。いやでも味付けも違う。確かに。でもアメリカのマップとか行ってみたいけどね、僕一曲で超強いだと。いつか行くわアメリカで。あ、行っちゃう。700ぐらいして1万100。全部全部食べ物の機会。もう30分切ってんじゃん。早いよ、30分来たらもう。ここから早いな。本当に早いんだね。10個完食しました。すっげえ。すっげえしょっちゃん、俺まだ9個だよ。うわ、手が伸びねえな、どれにしよう。いや、あんまもありえない。普通にしょ、いっぱいね、それって。いや、それ絶対あれじゃん。昔誰かさんに言ってんすよ。お前だよ、やばい。それ、ずらしたりしないから、目つぶって、指をこう、ここに向けてて。人生ゲームのあれみたいな。ストップっつって。狙いは、スモーク肉まん。右か左か、こっちだ。行け、ここだ、ストップ。いい、いいよ。テンプララブラフ、そういう俺あんま分かってない。トップのタイムぐらい。本当に技術が大事なの。別にズルはしないよ、うん、ストップってやった。ダメだズル大ズルかましてる。5個目終わり。シーズン2でさ、あのさ、エレビーがさ、あの、イケーって巨人、進撃の世界だと思って食べてる。進撃の世界だったらこうじゃない。こう切ってこうなんじゃない。やる。やられよー。あー、え、待って、俺あんまり食いすぎじゃね。4つとか見つくってんじゃない。いやいやいや、4つ5個半分がアンマン食っとるやん。なんでそんな感じ。お前がその時食わなかったらアンマン残っちゃったよ。はぁ、あ、終わり。俺はごちそうさまでした。もうお前、俺もごちそうさまでした。お前はダメだよ。お前は何言ってる。食べかけはダメだよ。食べかけはダメだろ、お前。はぁ、あ、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 すごい。5 4 3 2 1 0。結果発表。じゃあまずリーダーから。私は10個。素晴らしい、ブラボー。私11個でございます。うわ、すごい、すごいな。私6個でございます。まあもう開き直ってやるよ。お前は俺を武器として使え。いいの。お前のウェポンになるから彼を倒そう。ではね、次のまた一時間シリーズでお会いしましょう。アイスさん。はーい。風を切って走っていく希望の街へと。本日もご視聴ありがとうございました。中華まんはやっぱ冬にとってはね、本当に美味しい食べ物ですね。これはもう毎日食べてもいいんじゃないでしょうか。いや、毎日は太るわ、やめとけ。ということで次回のアクシデンターズはですね、新企画1キロ×1キロ。これはですね、ランニング1キロしながら1キロ食べ物を食べるという企画になっております。5店舗のね商品を3人で競っていきたいと思います。